Day when I had a crush on you, your smile told me you were something new. I'm acting like a fool, doing things I never do. I can't seem to concentrate. I'm thinking about the way you say my name. I haven't slept in days. You are keeping me awake. こんにちは。本日は、はい、知床観光です。はい、来ました。ついに道東のメインとも思われる知床、はい、世界遺産、うん、世界自然遺産です。楽しみにしててんな、結構知床は、うん、今日は知床五湖と、うん、あとクルーズか、そう、海からな知床半島を見るっていうのもやろうと思ってて、うんうん、まあ、今朝なんですけど、朝8時ぐらいなんですけど、うん、今知床五湖の方に到着しました、うん、はい。知床五湖はなんか遊歩道があって、うんうん、散策できるようになってんだよな。高架木道っていうな、無料で歩けるとこもあるんですけど、そこはなんか電気が走ってて、うんうん、クマが入ってこないような安全なところと、う、うん、地上遊歩道、地上か、そう、地上遊歩道の散策っていうのができます。そっちはレクチャーを受けないと入れないんですけど、私たちはそっちの方に行こうかなと思ってます、うん、お金は多分1人250円っけ、うん、地上遊歩道はまあそれがいるんですけど、うん、そっちの方が長くも歩けるし、そっちにしたいと思います、はい。なので今からレクチャーを受けに行こうと思ってます、うん、はい。今日ははい、ニューギアがございます。じゃじゃん、360度カメラです。360度カメラをゲットしました。インスタ360 1X2 という商品です、うん、ちょっと360度カメラが欲しいと思ってたんですけど、うんうん、タイミングよくお声掛けいただいて、そう、なんとご提供いただきました。ありがとうございます。私たちの旅に使ってくださいということだったので、そうそう、まあ、これは旅にも使えるなということでもらいました、うん、なので今日はこれも使いながら撮影していきたいと思います、うん、では行ってきます。このフィールドハウスっていうところで受付します。券売機で買うんや。な、1人大人250円です。今レクチャーが終わりました。この中で出てきました。15分ぐらい映像を見たり、な、説明を受けました。最近のクマ情報など、半分ぐらいクマの情報やった。気をつけてくださいと、はい、まずはここで外来種のな、うん、植物の種子とかを持ってこないように足元とか靴のそれを取り除くと。それでは出発していきます、はい。地上遊歩道も2種類やねんな、うん、大ループと小ループ、はい、私たちは大ループやな。全部の湖を回るやつ、そう、1個から5個まで回れます。だいたい3キロあって1時間半ぐらいと書いてました、うん、行きますか。クマに気をつけながら、はい、音を出しながら行きます。歌ったらいいらしい。はい、この360度カメラも指導しながら出発します。どう振ってるんかあんま分かんない。結構ワイルドです。もうすぐ、まあ、もうワイルド、喋りながら行かない。ここでもすでに分かれてて、右が大ループっていう遠い長い方、左が小ループです。はい、1時間半の旅スタート。おー、怖いよ。クマに出会っても走って逃げたらあかんということでした。はい、周りをよく見ながら歩いて声を出す。見通しが悪いとこは音を叩いて、おるよ、通るで。クマに出会わないことが大切ということでした。はい、通るで。咲いてる。あ、まだいてはるわ。追い抜いてしまった。抜かしていく、うん、
しびれて気持ち悪いぐらい。この遊歩道からははみ出ずに。絶対はみ出たらあかん。はい、原生林を守りながら。すごい。うわ、森や。やばい。これでガサガサとか言ったらめっちゃ怖いんやけど。終わりや。今のところこんな感じで、基本的には森の中、湖はまだ先。見えました。5個が見えました。来たー、5個。すごー、大自然の湖や。すごい、すごい。これはすごい。山も見えてる。ここです。わー、綺麗。標高は239m です。次は3個ですね。3個。あれか、3個見えてるの。そうです、これ4個や。3個 0.35km。 あ、そういうこと。これ4個や。見えたのは4個です。すごい、こんな感じで5個あるんや。なあ、てかすごい。じゃあ、あの無料のとこだけやったら全然1個しか見えない。なあ、見られへんもんな。こっち来た方がいい。250円ならな。なあ、こっち来た方がいい、時間あれば。まあ、あちらが安全ではあるからな。高架から見るから。うん、でもこのダイナミックさがな。なあ、ダイナミック。反射してる、めっちゃ。おお、綺麗。4個。うわ、なんかいっぱい群れおる。魚のうごめいてる。魚の群れが続いて3個でしょうか。3個に来ました。綺麗な。湖というよりかはちょっと沼っぽいな、やっぱ、うん、全体的に。全体的にな。うわ、木でか。木でか。3個。3個。オスマン3個。オスマン3個来た。動物がいない。おらんな、なかなか。もう油断した時にでもクマとかに出会ったら怖いから。ほんまや。音出して、音出して。うわ、音出してる。おっさんみたいなくしゃみで。これで半分ぐらいかな、うん、やっと3個で。静かやな。静か。獣の気配もありません。木が登ってきたな。ちょっと暑くなった。な、暑いな。2個まで 500m。 2個まで行ったらもうラスト1個残すぐらい。あの上がるとこっち。ああ、遊歩道か。確かに遊歩道っていうか高架木道があるな、うんうん、合流すね、などかで。な、野生生物発見。これは何、カナヘビ。何やろ。おお。二個の方まで来た。二個でかいな。二個でか。二個が一番でかい。な。二個でかい。広ー。うわー、でかい。おお、広い。でかー、二個。暑。日差し結構ある。日差しがすごい。登ってきた。道東でも結構普通に暑いな、昼晴れたら。おお。おお。山綺麗。知床連山。すげえ、開けた。多分雲がかかってるのが羅臼岳。うんうん。鷹山まで続いてるんや。1500m級の山々やって。すごい。綺麗やな。うん。2個綺麗です。山が綺麗に見える な。 な、2個広いな。 Why are you acting so confusing? I don't like to be accusing, but all the things that you say seem too good to be true.
You tell me you're obsessed with me. You want the best for me. That's what you want me to think. 一個に到着しました。あれや。あ、ほんまや、木道、高架木道見えた。おお、一個です。これが一個。この先にあるのが高架木道。あ、そうか、無料区間やな。うん、上から見れる。すごい。おお、でも綺麗。な。いた。人通るな結構。うん。マクドの方が。こっちは無料やからな。サクッと来れるような。いました。高架木道。ここからは安全ルートです。ドアがあるちゃんと。よし。閉めた上に見て、これある。一応こういうのもあるわ。安全に。鹿が。鹿いた。あれや。おお。目立つ。な、鹿がいる。何してんやろな。こんな感じで、もう整備されたな。守られてる。高いところやから全然安全や。うん、安心感がある。動物おらんかったけど、でも自然がすごかった。な、自然の中を歩いた感じ。すごい良かった。世界遺産を歩きました。すごい。お邪魔したヒグマさんの住みな。I got the letter that you left in my mailbox. Sometimes love ain't meant to last forever. It turns me back into the stone.結構歩いたな。結構歩いた。汗かいた。よかったな。でも下の方が地上遊歩道行った方がやっぱり雰囲気味わえる、うん、2個3個が良かったな。うん、綺麗だったな。知床5個散策終わりました。めっちゃ良かったな。良かった。めっちゃ大自然の、あんな熊に怯えながらは全然クマおらんかった。おらんかった。よかった。全然無事でした。レクチャーでビビらされたけどな、まあ、でもあれぐらい緊張感を持ってな。最初が一番めっちゃ怖かった な最初踏み出す時が。よかった。でもよかった。やっぱり高架より地上遊歩道歩いた方が雰囲気は味わえる なよかった、まあ、1人250円安いからな、うん、行くのをおすすめします。時間があれば行く方がおすすめです。うん、で今からは、はい、ここから30分ぐらいかな、うん、カムイワッカの滝というのがあって、うん、車で行けんねんな、うん、ちょっと前まではマイカー規制でなんか車では行かれへんかったけど、そうそう、バスとかで行かなかったけど今はもう解除されてな、行けるみたいなんで行ってみます。はい、うん、およそ 500m 先左方向へ。なんか回ってるんですよ。それでは、カムイワッカの滝へ。面白。めっちゃ面白い。360度から。だからこう、もしクマとかにあったとしてもさ、クマも映し、我々の反応も映し、そういうのが面白い。今日は昼からはクルーズ船を予約してるので、はい、海の方から知床半島を見るというのをやりたいと思います。はい、到着しました。歩いてなんかもみずの音するな。すごい水着の人みたいな。そうそう、ここは入れんねんな。入れるけどなんかそんな30度ぐらいやから、そうそう、温泉って感じではないらしいけど、でも一応30度が流れて、30度のお湯やんな、ぬるま湯、そこから登っていく感じ。そうや、結構激しそう。そして僕たちも足元はサンダルに履き替えました。入れるか。おーおお、入ってる人。あ、ほんまやほんまや。あ、もうすぐそこやん。滝、カムイワッカ湯の滝です。上流に行ったら温度高い。おー、
上からだから温泉が流れてて、だんだんぬるくなっていくんや。さあ入ろっか。30度ってどれぐらいなんやろ、ちょっと冷たいぐらい。ああ、なんかぬるいぐらい。ぬるい気をつけて。あ、確かにだん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 暖かくなる。ぬるいです。木の滝。危ない。みんな登ってるけど、すごいな。もうここまでにしとくから。カメラあるし。あそこちょっと深なってる。お前入れるな。おお。深いです、ここは。面白。無事に帰ってこれた、こけずに。帰りが怖い。面白かった。なあ、すごい水遊びスポットみたいな感じ。面白いわ。でもヒグマおるらしいです。なあ、気をつけな。怖い。はい。これ。はい、かぶり。明かりよくはいって言ってるから。な。二人とも言ってるけどな。口癖になってしまったな、動画始めてから。はいってな。ぬるま湯の滝やった。めっちゃぬるい。面白かった。面白かった。ったな。来てよかったな。うん。ちょっと迷ったけど な遠いから。そうそう。ということで、はい、戻ります。はい。昼ご飯食べてクルートに行きたいと思います、うん、ついにヒグマが見れるのか。鹿が道を塞いでいる。鹿が、ああ鹿、入り道。急に現れた鹿ちゃん。おお、すごい崖の、すごいすごい、頑張れ。おる、ここにまだ。え、バイバーイ。バイバーイ、鹿ちゃんもさようなら。はい、全員知床クルーズです。はい、来ました。パチパチパチ。楽しみにしてたやつな。あ、クルーザーに乗って、はい、知床を旅します、うん、なんか午後が西日になるから、うん、午後の方がいいみたいな、うんうん、逆にそうそうそう。なあ、電池やと逆光になってしまうから午後がおすすめということだったので午後のクルーザーを予約しました、うん、2時10分発に乗ります、うん。なんか何個かあるな。そう、何個かクルーザーの会社があって、今回はドルフィンというところの、うん、私たちは船に乗ります。ところを予約しました。なんかちょっとずつ違うねんな、多分特徴が、うんうん、席の種類とか、うんうん、そういうのが違うんですけど、人気はあるみたいな、このドルフィンって、うん、なんかアナウンス、うんうん、が面白いらしい、なので楽しみです。今日も満席って感じだな、うん、満席みたい、うん。船に乗りながら知床半島を回っていって、うん、ヒグマとかな、ヒグマとか、そう、野生動物を見れるということらしいです。ドキドキ。知床岬っていうのは、あの先の方まで行って折り返してくるコースになります、うん、はい、3時間や、ね、長。しかも結構寒いらしいからな、上着持ってきて、酔い止めも飲みました。そうそうそう、そんな感じで、はい、行ってきます。寝れますように。本当は有料なんですが、JAF 会員証で借りることができました。乗船券ゲット。ゲット。1人8700円、うん、でした。100円割引やったの、ウェブでウェブで予約して、100円だけ割引でした。10度体感下がる、うん、って書いてる。ウィンドブレーカー持ってないからフリース持ってきてんな。とりあえず乗り場へ向かいます。フリースを着る。今暑い。いや寒いやろ絶対、船は、うん、もうすぐ乗船。あれや、目の前に見えました、あれです。あれでございます。これです。やった、我らの船、ドルフィン号、ドルフィン3。何個あんの席な、いろいろ2階とか1階もあるんですけど、1階は中や、船内席やな。僕たちはこのこれ先端の席へ。あ、やば乗ります。はい、すいません、お願いします。うわ、すごい、なんかこんなソファ席面白。どっから出るん、これ。こっから出るん、
わーすごっ。右側にドルフィン。あ、めっちゃいい。ここに右側。あ、ほんまや、いいやん。席ではなく、この腰掛けスタイル。いいや、いい。うわーすごい。通常あの2階オープン席っていうとこがなんかな、人気らしいけど、でもここが一番よく見える。こんな感じでライフジャケット着用。楽しみ。あ、出港です。こっち行くんかな、右側。本日はクルーザー観光船ドルフィンにご乗船誠にありがとうございます。出港にあたりまして何点かご案内があります。こちらご案内をいたします。この下の海でも22、3度あります。この滝は西日が当たりますと虹がかかって見える滝なんです。なんか虹出てるやん、ちょっとなんか出ててるな。若干今日日が弱いので完全にはかかりましたね。こちらが今日の折り返しポイントとなりますので、ここでゆっくりと U ターンをして戻っていきます。雲は知床岬来ました。先端、これ先端に座ってます。クマはまだ見れてへんけど大丈夫。帰りに見れる。おらんとかある。なあ、寒い思ってる以上に。寒いな、走り出したら寒い な。はい、それでは折り返しウトロ湖へと戻ってまいります。お願いします。寒かったので中に避難しました。はい、船内はあったかいな。あったかい。安心感ある。熊は一応見れたけど、この横の段階のカメラで映らんレベルでした。下船しました。寒かった。体冷えたな。冷え切りました。めっちゃ寒いな。めっちゃ寒かったわ。4月やったね。グマなんとか見れました。グマ見れた。鹿の群れがおって、エゾシカの群れがな、うん、その横ぐらいにほとんどちっぽけな、ちっぽけなヒグマがいました。一応見れたな。一応見れました。すごかったな、大自然やな。帰ってきました。車にあったかい。あったかい。冷え切ったな、体が。寒かったな。約3時間、うん、最後中入ったけど、それまではずっと外におったから。めっちゃ冷えてめっちゃ寒かったし、クマを見たいがために外でが、はい、粘っててな、最後ちょっとだけ見れた、うん、よかったです。でも双眼鏡でしか見えへんぐらいの、うん、ほんまにちっちゃかった。なんとか見えるけど黒い物体、黒い塊みたいな。動いてた。双眼鏡で見たらまあ一応ちっちゃくクマやったけど、うんうん、ちっちゃいなあれ。ちっちゃい。もっと大きく見たいな、次もし乗ることがある。クマ牧場いいかな。クマや、クマ牧場が一番近いわ。まあでも知床岬まで行けたからな、うん、よかったな。よかった。もう道路ないからな、そこまでは。もう海側からしか見られへん景色とかいっぱいあって、うん、乗ってよかったな。大自然を感じました。はい、一応朝からな、うん、夕方まで知床を楽しみました、うん、楽しかった、うん、自然がすごいな。やっぱすごいダイナミック、うん、他にはない自然っていう感じでした。こんな感じでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。はい、バイバーイ。バイバーイ。